はい、それでは、今回はちょっと特別な案件をいただきまして、この梅酢というもの、こちらをですね、リノゼロさんからご提供いただきまして、一品作っていきたいと思います。梅干しをつけた後に残った酢のことを梅酢というそうです。紀州和歌山さんで、これを使った、今日は梅酢しめ鯖、なかなか味よく仕上がりましたのでご紹介したいと思います。まずはですね、上白糖、はい、しっかりと、砂糖をまぶしましたら、ラップ、はい、で、ラップで、あとは冷蔵庫閉まって、こちらが、40分後、砂糖にまぶして40分経ちまして、今水で洗ってるところです。で、もちろん水がついてますから、よくこうペーパーで拭きまして、はい、ここで梅酢の登場。ジップロックに、サバを入れまして、梅酢をダーッて、バットとかに魚を並べて酢をかけようとすると、結構余分に酢使うことになると思うんで、こういうパックだとすごくあれですよね、便利で節約になると思います。それでは、梅酢に漬けたものを2時間、身の周りがこのようにですね白くなってきたら、もう食べ頃だと思います。で、ここから腹骨をすいていきます。なので、もう酢漬けにする前に腹すいたり骨抜いたりすると味が余計に入ってしまうことがありますんでね、酢漬けした後で、骨抜きとかはいいと思います。で、皮を、めくりまして、ここからカットは一旦包丁を入れまして、そこで切るって、しめ鯖でよく見かける、切り方だと思うんですけども、意外とこれがですねむずいんですね。はい、盛り付けです。新わかめ、この時期が出てきますので、和歌山ですと由良ですとか加田、あそこら辺もまたわかめの、ね、名産地になります。で、サバ並べていきまして、今日はですねこうやって交互に重ねていきまして、ちょっと高さを出した盛り付け、おしゃれな感じで菊の花からの、これなんだろう、レッドキャベツスプラウトってやつですね。赤キャベツの芽です。これを、仕上げに添えまして、なんといっても相性のいいおろし生姜、わさびも添えてます。こういう感じでいかがでしょう。わかめは、醤油とオリーブオイルで、軽く味をしてあるものです。はい、それではいただきたいと思います。わかめと一緒に食べてみましょう。今回僕使ったわかめは和歌山県産じゃないんですけども、もちろん地元の方はね、美味しい地元で取れたサバと地元のわかめ、そういったことでまたお料理よりこう一体感みたいなのが出てくると思いますので、はい、それでは今回はこのような感じでした。それではまたです。うまい、リノゼロさんありがとうございました。